全然問題ありません。でもカレーいいな。でしょ、なんかもう長いからね、だから12時間でしょ、相当長い。あ、なんか写真撮るよ。え、あとこれファンさ、こういうとこ で、こういうとこで頑張ってライバルに差をつけろ、ファンがいなくなるから。今何やってたんですか、コナちゃん選手かっかっ。それでわーってなるのもうなんかすごい世界だなって思いますね。フルネームだな、おもろい。意味不明な世の中だなってなりますね。俺も梅原に言われたもん。え、ちょ、お前コナちゃん選手かきかきって、お前それ3億円ぐらい借金あるやつの立ち回りだぞって言われた。まあそうっすね、なんかどっかで聞いたことある。うん、3億円借金あるやつでもやらないですからね。お前すごいなって言われたから。あ、どこまでお前自分捨てたんだって言って、関係ない、金なら何でもいいからね。めちゃくちゃ言ってる。めちゃくちゃなこと言ってますね。金のためにやってるんだ。金のためにやったんだ。ビジネスだ、頑張ってんだ。ローン返さなきゃいけないんだこっちは。え、何買ったんすか。家を買ったから、もう3年前だけどね。スト5って今日誰が実況解説するんですか。今日は R ハメコじゃない。 R さんのハメコさんですよ。 R さんの実況マジ好きだ。そうそうそう、俺はナナの方が好きだよ。俺はナナの方が好きだよ。俺も黒人さんの方が好きっすよ。だろ。ああ、そうだよな。俺たち頑張っていこうな。頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。でも俺あれっすわ、釈迦さんが黒人さん のメルブラの実況を見てめっちゃ笑ってる動画好きっすわ。そう。メルブラ、知らない、まあ、何も分かんないのに実況して冷蔵庫のやつ。あれめっちゃ好きっすわ。これより鉄拳7ファイナルのバトルがスタートします。 The final battle for Tekken 7 will now begin。 説明してたじゃん、日本人が2人と韓国勢5人とアルスナンアシュ1人って言ったじゃん。いや、パキスタン勢のアルスナン、そうでしょ、はい、したら釈迦が田中さんはいないのって言って、田中さん今日いません。田中さんいません。出ないんじゃないかな。多分出てないんじゃないかな。釈迦金そういうの大好きです。僕ありがとうございます。機動力の高い、いやー、なんかどのタイトルも全部ドラマンですごいっすよね。ね、すごいよね。どこもそう、本当に鉄拳の。でもこのドラゴンボール感ある、これにはね、もうかなわないと思ったね。鉄拳界はこれはすごい、本当に。しかも韓国って最強で、昔から伝説のクダンスっていう人がいたのね、はい、伝説に強い人で、その人が、兵役、超あの兵役あるじゃん、韓国って。で、それ終わって、じゃあ俺ももう一回やるかって言って、世界ワールドツアーのポイントを貯めるためにチリまで行ったのね、はい、チリに行ってポイント稼ぎに行こうって言って、まあ、チリだからどうせ勝てんべって言って、はい、でチリ行くじゃん。で行って、でチリの最強のやつと、じゃあまあちょまあ、いいや、とりあえず10先やろうぜって調子乗って10先やったら10戦で負けて帰ってきちゃった。クダス伝説的なプレイヤーが、ね、なんだここって変わっちゃった。そう、もうパキスタンでもチリでもなんだこれってなってるって、すごいっすよね。実際上がってきてますか。ごめん、懲役じゃないか、兵役だ、ごめん間違えた。すごい、国語が、国語が懲役だ。兵役捕まってない、捕まってない、捕まってないクダス、捕まってない、すみません、国語です。許してください、それは。ごめんなさい。平均です。終わりすぎでしょ。残りつつも優勝までちょっと届かなかったですね。かなり頑張っています。このアッシュっていう右の方がめちゃめちゃ心優しいいいやつなんだけど、はい、ラウンド途中にこれ腕をまくるんですよ。これで俺の太い腕を見ろっつって言って相手に威嚇するんで、それだけちょっと見てください。なんかあったらお前リアルファイトでもいいんだぞっていう、なんかそのさグワッて見てるんで、ね、別に理由適当に言ってる。自分が感じたことただ言ってるだけでしょ。そう、適当に言ってます、適当に言ってますけど、あの腕の太さちょっと見てもらえない。永久に盛り続けますからね。俺の太い腕を見ろですらもうかなり怪しい。絶対そんなこと思ってない。実はめちゃ心優しい、めちゃいいやつって聞いてますから、はい。有利から攻めを削って、うわー、よけた。守り切りました。今のもしっかりね、避けて PK 確定。そうですね、横に軸移動させて相手の技を避けてから確定反撃。相手の当て身からね、後ろコンボ、しかも軸ずれも直して、カムコもうまかったけどね。まだ腕まくんなかったっすね。まくんなくてもよかったんだろうね、多分ね。そう、昨日はね、マジまくった。いちいちフルフルだったけど、昨日はなんか文句あんのか。はい、今のは1試合終わった後、相手の選手が審判と喋ってて、はい、なんか文句あんのかっつって。デッドリーレイブもあった中でレイジだったんで、モエル側がデッドリーレイブを先に使うか後に使うかっていうところで後に使ったってことで、その後審判が寄ってきて、そのアッシュに
球場すいませんけど威嚇だけはって言ってたから本当本当にあー分かりましたいやこれいやこの人あれなんですよね映像だけ見て一生当てれっこするんですよ僕になるほど言ってましたからね本当ねもうなんかねお箱、お箱ですからね審判も申し訳なそうに言ってましたからランチ VS 永久に当てれっこするからこれですね、うん、選手の入場です。さあ次は誰だ。これルーザーズだね。もう負けられない戦い。セイント。めっちゃ引っ張ったな。めっちゃ引っ張ったな。セイン。これも韓国の方、韓国プレイヤーです。セイント。結構年は上目で、年いってる。そうですね。結構長いプレイヤーです。セイントはまあ結構プロプレイヤーだったんだけど、今はスポンサー離れてて、今はそのスポンサーないですね。じゃあなんかちょっと休日にフラット公園にやってくるような感じで、おじさんにそう。あれゲーム大会やってんだ。出ようかなって。そんな感じ。アケコンは常に持ってるんで。そう。あ、結構当てれこいけるね。坂木も。俺もこれ適当なこと言ってるのが一番楽しいからね。そう適当なこと俺結構言えるんですけど、やっぱちょっと今日はあの FPS じゃないんで。いやいやいや。あんまり適当なこと言ってると怒られるかなと。ちょっと控えめにしてる。FPS だと結構適当なこと言ってる。適当なこと言ってる。あ、やっぱり。で、やっぱどこもそうなんだよ。やっぱそうなんだ。やっぱそうです。これが違うのか。そう。でも FPS でもたまにガチで切れられることあるし。あ、そう。ちなみに、あの国人もたまにガチで切れられてることある。ガンガン切れる。そうで、まあ、まず渡辺も非常に若手のプレイヤーですよね。ね、23歳若手なんだ。格ゲーの若手でも信用ならないから。ね、本当に若手なのかっていう一般的な。35の可能性ね、一般的な若手っていうのはね。一般的な若手って何歳なの？FPS ってですね。16歳。そんな若いっすか？これ二十歳ぐらいまでは。二十歳は若手なんですね。FPS でも。若手？俺は高瀬のイメージだね。参戦しまして、もうちょっとなんかね若いイメージありますよね。なんならじゃあそのベテランは何歳から、まあ、だからそれこそそのエボリューションの経験も大舞台に対しても経験値も上がってるという見方もできるでしょう。確かに。いやでも25、6のプレイヤーはやっぱベテランのイメージありますけどね俺は。で、シャガさんはどのくらいのイメージなんですか。もうあれ20後半ぐらいか、28、9とか3もうベテランベテラン。あ、はい、最近多いっすよね、そんぐらいの年代の人増えてきましたよ、やっぱエンジェルとかね、だってまだ30くらいやってるでしょ。33かな。すごいよね、33でまだやってる、はい、いやだから 俺らとあれですよね、10年違うんですよ、だって40が今ベテランぐらいじゃないですか。そう なんでエンジェル知ってるんですか。見たことある、あのそうな FPC で、うん、なんか FPS は20代じゃないと反応がついていけないとかでよく聞くじゃん。33までやってるんですよ、すごいすごね、結構格ゲーに近い部分あると思います。FPS も。FPS はなんかやり続けた人がいなかっただけで、やり続けてる人たちは今結構強い。あ、そうなんだ。そうそうそう。最近だからその多いっすよね。あの4人若いやつで1人ベテラン入ってるみたいなチーム構成が多いっすよ。ああ、そのしかもその1人が IG でやるみたいな。そう。なるほど。なるほどね。格ゲーじゃない。FPS では。大体みんな25、6になると仕事しようっつって仕事しよう。それはね、あるかも。怖くなるな。それはあるかも。自分の人生がね。だから、あれっすよ、俺らおかしかっただけっていう。そうだね。そう。なんかゲームやり続けちゃったっていう。何にも考えずに30までやってたからね。その結果か、なるほどな。やっぱなんかね、その状況判断とか、とっさの判断能力とかが問われるから、なんか若くないときついのかなってイメージあったんですけど。実際俺も打ってて、なんか、チカチカってして、目をまばたきしてしまったり死んだりするのよ。あーっつってダメかっつってやっぱそこジジイなんだろうなと思って記憶も飛んでんすよね。そうあーっとっとっとえいっつってビクってなって死ぬんだ。これが若さじゃないと勝てんってやつかと思って実感したから。悲しさあるなそれ。あれの差な気しますけどね。やっぱ格ゲーは結構その身近だったじゃないですか世界一が。そうだね、うん、だから多分みんな続けられたんだと思います。あ、なるほどね。 FPS はちょっと世界一遠すぎて。なるほどね、日本があれだったから。なるほど、あれ俺だ。
黒電話の音すいません、だからめっちゃ病院から電話かかってきた、めっちゃ病院から電話かかってきた、ジジイなんだよ、病院から電話かかってきた、戻ってこいってことで戻ってこい、おもろすぎるでしょ、お前何勝手出てんだ、違います、違います、大丈夫です、でも悪魔みたいな感じっぽいっすもんね、うん、まあ、そういうあれなんでしょうね、さっきのす、さっきのす、あ、いい、あ、そうなんですね、やっぱそう、あ、ミスった今、ただ空中ヒット、アドリブで拾ってジャブからすげえコンボだな、こいつのコンボの見栄えくだらなくないっすか同じ技入ってたね、あれ、ね、あの技としかなんか強いんだよ、結構鉄拳あるあるだけど、そう、でもあれがね、一番ね、距離が稼げてね、しかもあれ実はむずいんだわ、あ、そうなんですよ、ちゃんと前捨てを入れないと、あ、出ないんだ、出ないし、離れてどん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 これあのコンボをね重ねるとコンボ数が増えると離れていっちゃうから、はいはいはい、ダッシュの距離も長くしなきゃいけない、その、ちょっとテクニック、実はテクニック、うわー、芸術さん、いわゆるスパコン、はい、見栄え悪いんだけどね逆にいいまである、あ、そうなんだってなんかコメントにあった、壁割りのが強いって書いてあった、じゃあ無限に死ねばいいじゃん、まあね、あ、誘ってます、行きましょう、行ってらっしゃい行っていくのはやっぱね、こうやって来てくれたじゃないですか、この場に釈迦金を、はいはい、釈迦金を悪者にできない、あ、俺も一緒に、優しい、俺が釈迦金にタバコ行こうって、タバコじゃないよ、え、トイレ休憩しようっていう、トイレ休憩行こうって、俺がだって大丈夫ボケツおじさんいや、これ巧妙な罠ですよ、詐欺に来てます、その人さあ、これアッシュ対ランチュー、やー、おや、パンダだ、パンダ、ランチュー、ランチュー、嘘でしょ、さすがにジュリアだね、ランチューが弟なんかクマパン使いなんですよね、そうなんだ、へぇ、世界大会を優勝したのがアンナじゃん、おだったんですが、おあれ、え、これでもさ、ブラインドピックだよね、ブラインドピックです、もう決まってますよ、もう決まってるよね、カタリーナ、カタリーナめっちゃ見せ分がすごい、見せ分してくれ、ランチもね、全キャラクター、え、アッシュはカズミか、アッシュはでも一時期カズミ使ってましたよね、使ってますよね、パンダだ、ガチパンダだ、ガチパンダだった、え、パンダって多分そんな強くないんですよね、うん、だと思います、ですよね、はい、どういうキャラなんですか、情報は何もないんですけど、いや俺もコロコロするキャラです、手足が短い手足短い、それだってさ、見た目の話じゃん、いや多分本当に短いですよ、コロコロする、あ、そうコロコロする、あ、パンダはそんなにだけど、ランチのパンダはやばい、リンシャウユーのペットです、へぇ、あ、あのツインテールのキャラですよね、一番最初からいる、パンダなんか対策してんのかな、アッシュ、いや、わかんない、ね、いなさそうだよね、見た目やばいよね、これ上からパン、パン、パンみたいな技、あー、ライフが足りない、足りない、ベルフェからの下段、うわ、うまい、まずはアルスラッシュ、すげえな、アッシュが珍しく今ライトぶっ放したね、ね、まあさすがに下段蹴られまくって勝ったものの、ちょっとムカついたんだろうね、いい加減しろっつって言ってジャンステで、ジャンステで蹴り上げ、またパンダ、再戦、なんか心優しいとか言ってましたけど、なんかちょっとイラついてましたよ、間違いないパンダ、パンダ出してきた、もうパンダ、もう動物愛護協会がめちゃくちゃ怒りそうなんですけど、これそろそろもう腕も腕ももう頭上がってますよ、ね、もう関係ねえ関係ねえっつってガンガンいきますよ、お、読んでいる、あれガードクラッシュはね、浮いちゃいます、ガードクラッシュ技、あ、アーマーですね、ちょ、勝つじゃんこれ、ランチ、え、下段、おー、いちマジで、お気に入りプレイさすがにお気に入りプレイ、かわいいかわいいかわいい、これがかつて世界を取った世界最強のパンダランチ、アーマーの技なんていうんだっけ、あれパワクラ、パワクラだ、パワクラッシュ、パワクラッシュ、パワクラッシュ、それだ、さすがだね、キャスターはこういう時に七井くんなんだね、ランチ正しい答えがスッとくれるそのために呼ばれてるまであれ、そう、プロ、プロですから、そのために呼ばれてる、僕はもうただのガヤでやってるだけなんで、今日、今日はでも割と緩いから、そう、今日は割と緩いからいいんですけど、マジでなんか技名とか言うときにトントントンとかパンパンパンとか言うんですよグルンドンとか言ってきて、どういうこと？と思って、音でね、音でトントントンでいいんですよ、大体わかるんで、
あ、目指しく行ってるな。うわー打つ。てか分かんないから、受けれないからもうやりに行ってるね。なるほど。なるほどね。もう無理だ。剣に回らない。そう、剣に回らない。もういい、もう行く行くっつって。こっちの二択も強いんだからっつって。しててちゃんとサイド背後に入れたみたいな感じだったけど、アッシュが勝っちゃったね。いやアッシュ強いな。強いなこれ。やっぱり今回も優勝しそうだな。あ、これ殴りに行くんじゃないか。大丈夫、怒ってないから大丈夫。大丈夫。あ、怒ってない、怒ってない、怒ってない。優しいですから。よかった。さすがに絶対今さすがに優しい。攻めクマなんか使いやがってよみたいな、そのパンダなんか使いやってね。プロ人生がスタートしたエボジャパンのグラブ。危ない危ない。逆にクマパンチどうでしたよね。じゃあ再び帰ってきました。そのクマパンチ見したろかって言って。そうですね。3試合選手だから勝ったのは韓国もいる。日本勢いなくなっちゃった。見ながらだ。マジか。渡辺いいやつすげえ。最後、ね、倒して頑張って、これ頑張って頑張って。渡辺いいやつ。渡辺これ伸びるね。こういういいやつは伸びるよ。それが伸びる。スト5だったら例えば誰だったんですか。スト5で言うと誰なんですか。いいやつ。自身初の大活躍を見事した。いないね。渡辺4位で。7位だね。7位。自分のいいやつ。今後もいいやつはなかなかどうして、うん。いないね。見事にでも出なかったですね。頑張りましたね。いいやつ。川野さんとかは。いや全然いいやつじゃない。全然いいやつじゃない。あんまりでもね。誰だ。ないねイメージが。川野さんは。川野知り合いですか。あ、知り合いじゃないんですけど、こう遠巻きから見てる感じ。めっちゃいいやつではない。いや全然まやんちゃ。やんちゃ。ただバカです。立川もただのバカ。いいやつ誰だマジで。いいやつか。ガチ君。あーガチ君、いいやつ。ガチ君ですね。ガチ君いたわ。ガチ君ですね。ガチ君いた。ガチ君いいやつ。ガチ君だけ。ガチ君だけかな。ナウマンはサイコパスだしな。流れ玉来てる。佐古さんはデートでゲーセンに7時間いるような人。あ、そうっすよ。そうです。アキキさんがね。残念ながらそう。残念ながら。ウィナーズ側にいる選手はそれで喜んでると思ってる。サコさんは奥さんはそれで喜んでると思ってる。ゲーセン楽しいやろーそうやろーって楽しんでると思ってるから。怖いな、周りの目が怖い。いないから。聞いてない。さっきストの人いましたよ。もう来てた会場。あ、マジで出場する人は。あ、来てた。ネモさんいましたね。あ、ネモいた。あ、終わりそうだ。終わる。わー、マジか。強すぎ。レベチっすね。今日初めて笑顔をね。あ、確かに。そう、渡辺の時もめちゃめちゃ怒ってましたから。あのじゃあランチの時はパンダの時めちゃめちゃ怒ってましたからね。パンダの時ほら今両手でこうやって握手しましたけど、なんかパンダの時なんかもうやばかったよ。俺って肩に言ってた。パンダ使いやがってもやるな。手こずらせやがってもやるな。あっ、土下座しました。あっ、土下座です。浮かぶかとは。威圧してごめんなさいっていう。すごいな。すいませんでした、威嚇してごめんなさいっていう。いや、いい。目のサプリロート V5 1年分ほか。ロートズイマン来ましたね。巷では中に時戸さんがいるっていう。時戸がやってるっていう。時戸さんが中に入っている。言ってましたね、ツイッターで。時戸がバイトしてるらしいです。話題です、今。もちろんプレゼンターはロート G マンです。 Of course, the presenter is ロート G マン。 いやでも足強えな、さすがだわ。すごい安定感あるよな。ちゃんと勝つもんな。